キムケンから始まってヤジが入ってヤジの声がまあ北川さんだったですよね、うん、北川さんが出ると思ったら僕やったっていうねこのパターン。じゃあ今北川勇気はこの遠くで何をしてんねやっていうこと、なんで出ないんだろうね、うん、プラス、うん、この1ヶ月ミルラジオ、うん、まあ4回放送するわけじゃないですか、うん、4回中3回クリタってどういうこと。違うのよ、もう忙しいんだよみんな。ちょ待って、誰が暇やねん。待って、すごいことを言う。まあまあ冗談冗談ですけど、びっくりしますね。まあでもね、取りやすい。そうやってポジティブに言ってくれたら全然いい。取りやすい、あの、なんでしょう、いろんな意味で物理的にも、でそれもそうだし、やりやすい。なるほどね、メンタル、メンタルやりやすい。そう、笑いが生まれる。あ、ほんと、ならいいですけど。助かったよ、ありがとう。そういう意味でもいいんですけど、いつも頑張ってくれてありがとう。あれやん、ゆうやります。ゆうやん、ゆうや元気かな。あ、ね、聞いてオープニングトークしていい？あ、なんすか。あのね、今日すごい偶然があって、はいはい、ここの事務所に来る前にさ、張り替えしてた時にさ、あの前の方にさ、急に俺をグンって見て、あーってやってる人いる。え、怖っ。え、怖っと思って見たらね、浅田純也だ。純也？すごない？え、すごいね。浅田純也が俺を見つけて狂気乱舞してるっていう、ちょっとホラーみたいな、うわーって思ったけど。マジ？あ、よく見たら、あ、純也だ、純也。そうなんや。何してるんですかって言われて、いや、普通に出勤でっつって乗り換えで。そう、純也はって言ったら、新宿御苑で、今本番が今日からなんです。え？らしいの。あ、そうなん、そうなんや、おめでとうございます、みちって言って、はい、まあでも本当、乗り換えだったらいっぱいいっぱいっつって。あ、そうなんや、そう自分も元気してる。元気やった人、本当にアジール以来ですけどね。そうね、なんだかんだもう終わって、1ヶ月。あ、でも1ヶ月だ。え、怖っ。そうね、だから初日からもうほぼ1ヶ月過ぎた。そういうことよ。うわーいっすね。いや、これはさ、俺らさ、正直言ってさ、アジール10をやってるからさ、あ、まあね、ずっとやってる感じあるじゃん。確かにね。だけど、多分アジール10に例えば出てない出演者とかさ、結構もう1ヶ月経ったなぐらいになるかもしれないね。ああ、そうなんだろうね。我々はずっとアジールを引きずってやってたから。なんか青春忘れられた OB みたいな。いつまでたってもグラウンド眺めてくる OB みたいな。そうそう、部活終わったけどちょいちょいやってきた先輩みたいな。あれ一番無駄やん。お前も卒業したよ。あんた部活やってたの？やってましたよ。何部？陸上部です。ええ、めっちゃ意外。本当っすか？走る。え、その種目は？飛ぶ走り高跳び。お、えぇ、ー、そうそう、なんかこの間、じゃあ今世界陸上やってるじゃん。あ、やってますね。興味は？ないっすね。ない、今はない。ないでも、もう当時はだからあれですよ、織田裕二さんの、おお、あのあれをずっと見ながら、おお、夜な夜な深夜にあのやってたんで、うん、海外でやってる時はずーっと見てた。ほぇー。てか、ダイもそうなんですよ。え、陸上？はい。あ、だからあの舞台出てるの？あんま関係ないと思いますけど。でも、ダイも走り高跳びやってたんですよ。同じ種目やってたんです。え、だからあれもやったの？関係ない。関係ない。北
北村さんの走り高跳びできないんですよ。まあ、当時できたかもしれないです。分かんない、痩せてた頃はすごい跳んでたかもしれないよ。あの両芸何部か知ってます？うわ俺聞いたな、なんだっけな、もしもし。むっちゃ下で電話してるな。あれなんだっけな、待ってね、バドミントン。ああ違います、でもそういうぐらい意外なやつです。バレーバレー、えバレーどっち、バレーバレーボーバレーボーバレーボールバレーボールじゃない、え何よ、あのテーブルテニス、あそう卓球だ、言ってた、あいつ意外と卓球部なんですよ。めっちゃ意外、びっくり。そう、それで言ったんで、俺卓球好きやからやりたいなって言ったら、いやでも卓球部はね、あのうんともしがたいぐらい経験者と未経験者さ激しいっすよ。うるそうなんだけど。マジ俺やばいっす、うん、絶対勝てないっすよ感出されて、あそうなんだっていう話ガチでやっちゃうんだよ。ちなみに俺何部か知ってる？あーっとね、聞いたことありそうやけど、うん、ちょっとイメージだけで言っていいですか？どうぞ。フェンシング。あでも近い。マジめっちゃ近いよ、もうほぼ。あ思い出した、日本風にしてそれ。思い出した、剣道部だ。そうそうそう、国技国技。そうだそうだそうよ。フェンシングで近かない、うん、近いでしょ、かぶって棒持ってりゃもう、まあ、確かに一緒やん。確かに、なんか、なんか形でやるか、両手でやるか、茶色か、銀色かも。そう、そうそうそう、あー、そうだ、剣道部や。そうですよ、私剣道部ですよ。剣道部って、あの、結構男のイメージじゃないですか。そうなんだ。やっぱ男だけなんですか？いや、全然女の子います。ゴリゴリいます。強い女の人とかすげえ強いから。マジで？いや、そりゃそうでしょうね。なんかね、あの、剣道って、うん、あんまりその老若男女問わない競技で。え、マジで？そう、あのね、すっげえおじいちゃんでも全然勝てないみたいな人いるのよ。へー、あれって何なんですか？何したら勝つんですか？面とか銅とか、刺されば、クリーンヒットしたら1本。面、コテ、銅のどれか、まあ、あと突きもある。突き？その4つのどれかをちゃんと、うん、あの1本決める打突をしたらば、打突？そうそうそう。いやもう要は斎藤はじめのガトツ、ガトツですよね。ガトツ。いやなんか一応剣道って心技体、うん、その一本も心がちゃんと入ってなきゃいけない、技もちゃんと入ってなきゃいけない。ちょっと待って、一本取るときに心の中で一本取る。ちょっと待って、ちょっと待って、あのメーンとかドーンとか、そうそうそう、気持ちを込めてる。あれ言わないといけない。ね、あだあだあだ、でもこうなっちゃう、一歩取ってない、ちょっとやめちゃダメ。ごめーって言われたらダメダメ、もうそんなのは見透かされるわ。あの人たちに面白い、見透かされちゃう。全部心ない一歩は一歩とせずない。そうだから心技体が伴わないやつはダメよ。で技も伴ってないといけないってことは、片手でこんなんやっても、あでも、ね、技としては良くない。あのね、たまにいるんだけど、うん、片手でも、うん、取れる時あります。でなんならこういう構えの人もいるんです。あ、上段の、そうそう、はいはい、でこう打つ人、フェンシングや。違う、それはこう、それかもう釣りやん。上段からこれはもう釣りやん。でもその感じ、その感じ、マジに今全国の剣道部敵に回してる。釣りとか言ってちゃんとある技なんだから。上段総人口を今、剣道総人口を敵に回してる。そうなの。分からん。いや、心のない面が一本取れへんっていうので、俺心わしづかみされてる。本当？でもそんな競技ですよ、心技体がないと。な、心技体の体は何なんですか？体、体は体がないと。あ、体を鍛えるっていうこと。うん、心を鍛え、技を鍛え、体を鍛える。なんかね、ちょっと日本風のわびさびみたいなのがあって。わびさび、そう、なんか面、例えば、わびさびないと一本取られない。ない例えば気合い入れたとしても、メーンって言うとダメは？メーンって言わないとダメ。めんどくさ。え、でも一気に剣道めんどくさ。え、でも剣道人口の人、そうですよね。どのくらいの方が剣道を見てるのか分かんないですけど、意外といると俺思ってんだけどな。え、メーン！あ、ちょっと短い。え、ちょっと、え、技ありぐらい。うん、技ありとかないから。え、あのその柔道とかさ、ああいうのみたいな、うん、技あり、合わせの技ありない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 、一本は一本しかない。ここでもシンプルでしょ。じゃあもう本当に、あ、もうこう言ってるこんぐらいの、こんぐらいのさ、いやもう
言われたなしなしって、あ、なし、あ、これなしなし、まあ、審判はね、うん、こう赤色とね白色の旗を持ってる、うん、手旗審判みたいな、そうそうそう、うん、で、例えば惜しいバーンっていうのがあったとするじゃん、うん、で、3人審判入るの、うん、3人中2本上がったら、うん、1本と見なされる、あー、そう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 、なるほどね、だけどそこ民主主義ないね、そう、だけど例えばバーンっつって、うん、3人中2人ぐらいがパッて上げるとするじゃん、うん、でも1人は納得いってないときはその1人が一生懸命、あ、もう、なななななな、僕は違います違いますっていう、え、それを見てやめとこう、あの審判いない、いない、あ、でも、うん、逆はあるか、その、上げてなくて迷ってるタイミングで、うん、うん、みたいなのは、あ、なるほど、じゃ迷ってるタイミングでここもある、もうある、全然それ全然これは無理やぞ、それは全然アピールは審判官のこの、いや、でも審判は審判にアピールすることはないから審判官でのアピールがない、審判官はないけど、まあ雰囲気はあるよね、確かに今の一本かみたいな、なるほどね、それはあるかもしれない、ね、すごいな、もちろん陸上もあるでしょ、審議体揃ってないと、いや、陸上はトラック&フィールドですから、ただのトラックとフィールドが広がってたら、そこが戦場なんで、何メートルぐらい飛べんの、え、ちょっと待ってくださいね、あのメートル単位で走り高跳び言われたことないんで、あ、それ違うの、それ棒高跳びじゃない、ブブカとかの、ブブカ、あれ走り高跳びってなんだっけ、自力っす、自力で飛ぶの、自力で、え、背面飛びって分かります、ああ分かる、タイプ、え、でも俺何メートルあるでしょ、何メートル何十センチのバー、僕のベストが1メーター85です、1メーター85ってどうなの、ね、うーん、でも台とも一緒なんですよ、僕ベストが仲いいね、たまたまね、へえ、 それでその話で盛り上がったことあるの、秘密基地の時に盛り上がった、うわ、その時に何部やったみたいな話をね、稽古中に、ああ、走り高跳びベストも一緒とか、走り高跳びのやってた人にしか分からないあるあるをずっと、何それ、例えばね、これ見えないからあれなんですけど、うん、何やってるところでしょうっていうのでこうやってこうやって、何それ、何ダンバル絶壁やってんのそんなもの、ね、これがまあ例えば高跳びのバーがこうやってあるとしましょうよ、はい、バーがね、バー、はい、ここにマットがあるとしましょうよ、はい、で自分がどこから走り出したら歩数が合うかっていうのはあるんですよ、なるほど、で測ってる、そうそう、でここにこのポールが当たってるわけですね、うん、でポールからこう横自分の足で何歩分、うん、縦に何歩分っていうのが決まってるんです大体、はいはいはい、でそれをこうやって測ってこうやってみんなやるんですよ、こうやってみんな、へえ、中退するんですよ、あの試合前、え、お、同時にやるの、ど全員同時、どっち同時に止まんで、いやだって今の説明だったら同時にやるのじゃあだから準備、例えばあの、うん、今から何時から開始をっていうので、うん、一旦コールっていうのがあるんですよ、はいはい、コールっていうので集まって、ね、どこどこ高校ナンバー、はいはい、学ぶとかって、はい、で集まってそこから多分30分くらいかな、うん、時間あるのよ、うん、でその間にこの枠取って、うん、で手立ってみたいなことを、全然クリさんがやってるイメージ浮かばない、いやいや俺キャプテン、嘘、ゴリゴリ北千里高校のキャプテン、うわ高校名、妖精中学校のキャプテン、うわ高中学名、うん、すごない、小学校、うん、小学校の頃走りたかった、あやってんの、へえ、なんで走りたかったしようと思ったの、ねこれはね、兄貴がやってたんですよ、走りたかった、そうなんだ、うん、お兄さんがいたんだ、そうお兄さんがいるんですよ、そうなんだ、和義が和義、和義さん、どうもお世話になってます、いや、ほんとね、で、和義がなんか言ってる気がしたから、弟お世話になったんで、あ、え、和義と電話してるの今さっきまで電話和義と電話してるよ、ほら違う違う違う、もう和義として喋ってるやん、今、え、あの人和義だった、和義として喋ってる、お世話になってます、お、和義さん、兄ちゃん、あ、ごめんな、最近帰れんくて、また一緒にご飯食べようよ、仲悪いからないけど、仲悪ないわ、そっけないよびっくりする、兄弟間仲悪いことをはっきりと言うやつおる、まあ仲悪いからな、おるかな、言う人おらんやん、
何の話だ。さあ兄貴ね。走りたかとかそういうことね。そう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 。やってましたね。こんななんか学生時代の話をしだすとあれですね。うん、ザ・ショミマ気になっちゃいますよね。あれ下手くそなの？なんか流れを掴む。いやいや。下手くそになる。こんなナチュラルにザ・ショミマの話に向くなんてなかなかないですよ。いやでもそうですね。このショミマ、8月20日から。うんまあ、アレンのメンバー全員ですか。そうですね、まあ、出演してかつゲストも、うん、豪華ゲスト全員で10名ですよ。多いね。多くない。たった1日だけ。たった1日だけちょっとやれない。2回公演のみ。もったいな。まあだからこんだけのメンバー集まるっていうのはなかなかね。まあそういうことね。短くないといけないわけです。そこをギュッとね、もう濃密な状態にしますよ。これもうすごいよね。まあ、いろいろ発表されてる中で言って、うん、やっぱ、学園ものですか。学園もそんななんか具体的にならんと思うんですけど、うん、学園ドラマものですか。違う違う違う。違いますか。そんな青春的なこと起こらないですよ。起きないですか。起きないですよ。一応だからね、なんていうんですか、制服着てみたいな。うわ今考えたりとかしてますけど。3年ぶりやねん。あのね、僕別にどんな服に着こなしていただいてもいいと思ってるんですよ、うん、ゲストの方とかも、うん、あれメンバーとかね、うん、てか台はあるんかな、そもそも。え、なんでないの。サイズ。あ、そういうこと。が制服あんな学生いないか。いや、いるよ。いるか。180代ぐらいいるでしょ。君もだよ。だって僕より台の方がもう全然でかいですからね。あ、でもだからどういう着こなしにねしていただいても大丈夫です。ガリ弁っぽくしていただいても。なるほどね。あの、なんていうんですか、ちょっとそういうっぽくして面白そう。ちょっとそういうなんかキャラをね、なんか作ってもらえたら面白いなと、ね、俺の中ではね、絶対にガクが遊ぶと思うんですよ、うん、遊びそう、うん、多分なんか空城城太郎みたいな感じで来るんちゃうかなと。あの帽子かぶって長蘭で前開けてやるかな、スキューってやるんかな、オラ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 って読んちゃうかな。でもなんか好きだもんね、漫画とかね。そう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 、麦わら帽かぶってくるかも。いやいや、今学ラン関係なくない。ちょっと学ラン関係ない。でも今話盛り上がってるから。あ、ね、盛り上がってるらしいですね。そうそうそう、いやめちゃめちゃ俺も最近気になっちゃって全巻読みました。え、そんな一気に読めるもん。いや最近じゃ、もうこのなんていうんですか、3ヶ月ぐらい。おー、はいはい。ちょっと長い時間かけてちまちまちま。いや俺もね、うん、4ヶ月前ぐらいにね、頑張ったんですよ。お、インペルダウンを見始めた。お、インペルダウン、はい、インペルダウンからワノ国の手前で終わっちゃった。え、ワノ国行ってない。でもね、俺ねジャンプ本誌を追いかけてた派だから。あ、ワノ国までは入ってんの、1回目は。ジャンプ中に。ジャンプ中に。ジャンプ中にもうワノ国にジャンプしてるの。そう。だけど、そのタイミングでなんか、俺がずっと読んでたジャンプものがなくなっちゃって、うんうん、本誌読まなくなっちゃって。なるほど。ワンピースが読まないから、もう卒業かな、うん、ジャンプって。まあ、そもそも俺はジャンプのことを本誌って呼んでるあたりがすげえ気になって、もう引っかかって仕方ないんですけど。なんすか、本誌。でも、もう少年じゃないし。ああ、なるほどね。青年だし。中年ジャンプできひんし。青年がいい。いや、知らんけど青年じゃん、これ、うん、だからピザ使っていきましょう。そう。で、あ、そう、庶民間に戻りましょう。庶民間に戻るの。今日、いや、戻れますから、ね、あ、じゃあワンピースでもいい。いや、庶民間戻りましょう。庶民間に戻ると、うん、まあだから要はみんなキャラをつけてくるかもしれないってことだよね。あ、そうね。いや、もう全然やっていただいて。北川さんとかあれじゃない、うん、ホームでやってたら。ソネミ。ソネミになるんじゃない。でも結構ガチでちゃんとテストやるって言ってるから、あのちゃんと勉強しないとってずっと毎日言ってますよ。やんないような人です。絶対やらない、あの人は勉強なんて。あの人ね、でもね、高校まで の受験勉強めっちゃすごかったんですよね。いなくなった。急にここに来ちゃった。いなくなって。あの人お兄さんだから、だからこうなってくる。今和義しない。今和義したんだから。いやだからね、多分できる。ボドボドか。何勉強してるのか。やっぱ和義しない。和義勉強してるかって言われたことないんだけど。勉強してるか。勉強してないよ今。和義仲悪いからな。仲悪いからなって言わずないよ兄貴。なんでちょいちょい仲悪いやつ。仲ええからな。
まあでも勉強で言ったら俺はでもクリさんは勉強できるはずでしょ、大学も出てるし。僕同志社ですよ、結構同志社です。すごいよね。僕ね、定期テストは取れましたね。やっぱすごいんだ。ほんとにそのために1週間みっちりと勉強して。へえ。でもなんか覚えてないです。だから短期記憶分かる。あ、全く同じことを良平ちゃんが見るラジオで言ってた。あ、ほんとに、うん、短期記憶。だからもうそう、今何も覚えてないですけど、うん、当時はそのもう逆算して、うん、このテストのためのこの勉強。あ、はいはいはい。なんかそんな感じで暗記でしたね。そうで、うん、もう指定校ひたすら狙って。おえー、そんな感じらしい。あ、そうなの。意外と頭いいんだねみたいな話を、うん、その時にした。なんかね、このお便りで、うん、勉強法をどうしてましたか的ななんかお便りがあったの。あ、それでそういう話。そう、はい、でやってたっつったら、僕意外とねって自分で言ってた。あ、いいっすよ。そうマジで、はい。言っちゃうと、ぶっちゃけなんでさ、クリさんってさ、ギョエちゃんの真似するとき顎もこうだっイメージ。そんなしゃくってないけどね、別に。はぁって、俺はぁってこれいつも言う。はぁってイメージ。まあ、分からなくはないかな。他の人どうなんだろう。でもこう、うん、今回さ、うん、女子メンバーもいらっしゃる。そうなんですよ。これ10分の3女子未知だよね。いやだって俺イベントで女性が入ることなんてな。え、今もあるよ。昔さ1回ラボでありましたね。熊近ちゃん、熊近さんとかね、あの子、滝川クリステル。嘘でしょ。嘘でしょ。おもてなしされる側の人、でも、うん、皆さんこんにちはってやってたよ。本当に、うんうん、え、そう、ま、え、今後の角度から出会うの。俺やってたもん。ほんまに嘘や。本当にごめんなさい、ちょっとキララちゃんだ。あ、そうです、うん、そうです。キララちゃんが失礼しました。出ていくの出たという。元気かい。ね、元気でした。嬉しいですけどね。そうでしたね。それ以外で時期もありましたね。うん、あ、だからもうだいぶ女性に対してどういう風に、ね、あのお話を進めていたのか分かんないです。これあなた進行等ですか。分かんないです。分かんない。今回あの構成にマミさんが入っていただいて、そうね、そうね、そこの判断次第ですよね。これは何、台本はあんのかい。いや、分かんないですけど、うん、どうなんですかね。多分作るんじゃないですか。そういう学園ドラマってこうなってこうなってみたいな。ドラマじゃないですよ。抜き打ちテストですよ。怖いです。いいね。俺はもう全然、うん、もう外から見るだけだから楽しみでしょうがないけど、ね、恐ろしいです。いいよね。さくらが言ってたらしきりに、うん、勉強意外とね、バカは見せられないんだよ ね。だから優等生キャラっぽくいい感じじゃない。確かに意外とそうじゃないところが出ちゃうのかもしれないです、ね。でもそれは多分さ、さくらを知ってくれてる方がじゃあそういうちょっとこう、うん、ギャップとかね、うん、いいんじゃない？でもギャップなんて狙ってたらいいんですから。確かにね。ガチでやってガチでバカなところがあるっていうのが、そうね、今回の魅力。まあ逆に言えばバカやと思ってたのに、あ、この人意外と頭いいみたいな。これでもどうするの？全員頭良かったら。いや、俺もそうしたらみんなで褒め合う。欲しいのそれ。ですよねみたいな。もうだからイメージが、回答によってはそういうおバカ決定戦みたいになれば、逆に頭良かったらもう北川祐希くんの答えっていうのがもう出る。じゃあもう令和教育委員会になっちゃう。もうガチの、ガチの、いいよね、ね、問題解いていく感じになるかもしれないです。いや面白そうだなこれ。だからちょっとどんな感じ、まず問題も聞くのはマミさんなのかな。どうなんですか、まあね、少なくとも監修はあるよ、ね。まあそうですね。少なくとも、うん、いやだからそこら辺ちょっとね楽しみですよね。本当ね、どうなんでしょうか。ザ・ショミマ。あ、ちなみにね、はい、キムケンよくあのショミマのことをショミマって言うんでしょう、うん、ザ・ショミマですからね。そのザはいるの。残暑見舞い申し上げますの略ですよ。なるほど。ザがなかったら無所見舞い申し上げますの略で初見舞になりますよ。言いづらいもん。ザは絶対必要ですから。ザ初見舞い、そんなこと言ったらさ、なんか略してる単語いっぱいあるじゃん。なんすか。なんか例えば言ってもらって納得できるやったら初見舞いにしてもいいですよ。ローリングストーン、
略したことないな。それザーが抜けてるだけの話の話。そうじゃあブルーハウスもそうやな。そう。ほらほら。監視をなくすその癖が日本人の英語教育をこう低下させてるわけですよ。監視がないとダメでしょ。だって英語できるんですからあなたは。急におじさんみたいなこと。青年ジャンプが。いや青年じゃないです。もう中年です。まだ青年ジャンプできないです。はい。ということでじゃあ。まあ、皆さん楽しみにしていただいて、ぜひね、ショミマと、ショミマ以外にもあるじゃないですか、8月もう一個。あ、ショミマの前にみたいですね、うん、8月も。アレンテン、トゥー。これね、本当どうなるんですかね。っていうか、もう発表されてましたけど、キムケンの写真が撮れるんでしょ。あれキムケンの写真、うん、キムケンに写真を撮ってもらえるんでしょ。そう。すごいな。あれあれね、うん、俺も、もう聞かされた側だったけど、どっちかっていうと今やったらどう、うん、そうそうそう、でも全然、おいいんじゃないですかっつって2つ演者したものの需要ありますかね、いや、どうなる、だからさ、アレンの写真好きって言ってくれる人多いじゃないですか、確かになおかつ、アレン展とかアジル展通して、うん、木村さんの写真好きなんですけど、めちゃめちゃ多いありがたいですね、そういう方、まあそうじゃなくてもそうじゃなくてもっていうのはなんか変な話になるけど、でも、その、うん、なんていうんですか、あのまあ、それこそ栗田ポーズでみたいなのを、はいね、撮っていただいてもいいし、はいはい、あの竹中亮平のこのポーズで、うん、はいはいはい、まあそんなやっ3000円で1枚だから、このワン、ツー、スリーでしたっけ、あっこの3枚そんなやっ栗田さんで竹中亮平ポーズ、そうだから俺はこれをね依頼された、依頼っていうかまあどうって提案された時に、うん、俺が一個こういうのどうですかって逆提案したんだけども、うん、人じゃなくてもね、はいはい、いいです。要は確かに自分取られるの嫌やったら恥ずかしいっていうのも絶対いるので、例えば思い入れのあるもの、うんうん、例えばアクリルキーホルダーをきれいに取ってほしい、はい、なんかそのアレンのメンバーとの思い出の品が1個あってね、うん、それをちょっといい感じに取ってもらえませんか、うん、そんなのも全然いい、なんかじゃあちょっと提案、この場でさ、うん、こういう写真撮ったらどうですかみたいな提案とかできたらどうですか、いい、わかんないですけど、うん、まあ、一つはお決まりポーズをね、はい、皆さん撮っていただくっていうのはちょっと面白いじゃないですか、うん、一つね、でお決まりポーズ他にあるか、北川さんの体を反るこれね、こうパーンってやるやつね、皆さんちょっと長めのコート着ていただいて、こうやって磯の大根それ、緊張感あるねん時のやつそうそうそう、なるほどね、それをやっていただいて、まあまあね、うん、で、物で言ったらどんなの、うん、まあだからか、どんなでもいいんですかね、なんでもいいんですよ、いやお気に入りの商品でしょ、はいはいはい、あ、例えば、うん、例えば、わかんないですよ、うん、ポスターで、うん、アジールのポスター、アジールのポスター出てないのか、例えば、東堂さんの、うん、ポスターあるじゃないですか、はい、東堂さんの顔をくり抜いて自分の声でえ、観光地にあるやつ、こいや、もうポスターいや、これはもうあるでしょ、すでにっていうのを、顔をくり抜きパターンでやってみるね、怒られるよ怒られるわ絶対に事務所側に、うん、言われちゃうもん、あとどんなんあるかね、まあ、それこそまあ身につけ、うん、あのねアクリルキーホルダーをね、うん、ネックレスみたいにつけてる方とかもおられるわけなんです、だからここら辺のなんかいいんじゃない、そういうのにさ ねちょっとこうっふわっとした感じでね、うん、とってもいいかなと思います、あとはなんかあるかな、ねまあ、だからこれに対してそうどこまで需要があるかなって俺もちょっとドキドキしながらいますけど、特典ですか、そうそうそう、3000円買っていただいた特典としてそういう写真を撮れます、うん、でもね実際そうなるんであれば誠心誠意撮らせていただきますのでね、キムケンが撮ったらすごいよね、しかも別にまあキムケンがいる時間だったらいつでもいつでも大丈夫です、はい、言っていただいたら、うん、なんならもうサインとかにしますよ、します、誰にねえ聞いて、なんすか、ごめん、すっげえちょっと俺、あ、先日私誕生日でした、誕生日でしたね、はい、皆様ちょっと温かくお声いただきましてありがとうございます、おめでとうございます、ね、これで俺ちょっとすごい嬉しかったの今年の誕生日、え、なんでですか、あのね、うん、実家に帰ったんですよ実は、はいはいはい、そのタイミングで、うん、で、うん、親父がね、うん、急に誕生日プレゼントをやるよっつって、えもう何年ももらったことないのに、まあそうですよね、突然誕生日プレゼントくれたの、この紙袋に入ってさ、うん、え何と思って、うん、開けたら、うん、なんかその
額縁に、うん、あのサインが入ってて、うん、で、え、何これ誰、え、何、土地の権利書とかお父さんのサインが使われてる。違う違う違う、ほんと白いキャンバスに、うん、あの筆記体で書かれてたサイン、うん、でこれ何って言ったら、なんか親父が、うん、俺が最近こういろんな活動してるのを見たらしくて、はいはい、サインを考えてくれたの、うん、え、木村健太郎の、そう、おう、お、親父は昔英文速記部だったらしくて、え、ちょっと待って、生話、え、ちょっと待って、うん、速記部、速記部っていうのがあるんですけど、うん、俺もよくわかんないんだけど、うん、その速記でしかわかんない映画関係、あ、速記、そう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 、すぐ書く人、そうそう、映画、なんか映画ではない、え、何の英文、あ、英文の、そう、うんうん、あ、英語の速記、そう、英語の速記の人、うん、だからそこでしか使わないなんか記号みたいなのを、そういうのを組み合わせて、うん、オリジナルのサインを考えてくれたんです、うん、すごい粋じゃないと思って、粋で、お前がこれ頑張ってこれ使えっつって考えてくれたんです、すごい何日も、それをあのもらった、おしゃれ、え、プライスレス、そうで、俺はそれを使います。え、これさ、うん、一番最初まだ書いてないでしょ、まだ誰にも書いてない、ちなみに練習はもうすでに何もやってないの忙しい、じゃあ書けないでしょまだ書けない、ちゃんとでも間に合わせます、でも練習します、これ、これ本当に、一発目になる方が出てくるってことですか、うん、そういうことです、そういうことです、すごい、それこそプライスです、いや、めっちゃでも嬉しくて、嬉しいね、粋じゃない、そんなプレゼントもらったことなくて、え、お名前はお父さんの、昴生、昴生さんやりますね、昴生さんおしゃれおしゃれよ、しかもそれはね結構かっこいいね、ちょっと待って、昴生って名前おしゃれ、健太郎より最近、健太郎がそんな喜んでくれるあれ昴生親父、昴生来た、おやじです、あ、昴生、おやじでしたね、おやじでも和義とほぼ一緒だけど、声太いですよ、です本当太い、昴生さんちょっと速記やってたんですか、覚えてない、関西になって和義じゃん、いや、覚えてないのによく速記で書けたな、和義じゃん、やってたかどうか覚えてない、いや、でも本当そう、そういうのがあって、うん、まあ、かなりちょっと今年の誕生日、まあ、皆さんね、お声いただいたのもすごい嬉しかったんですけど、うんうん、ちょっとなんか珍しい、ね、特殊なプレゼントもらって、いやー、よかったっす、だからちょっとアレンテン2で、うん、ぜひその際にもし必要であればね、いや試してみ、試してたんだけど、うん、皆さんの前でね、お披露目したいなってちょっと思ってるし、俺ちょっと欲しいな、それ、いや、全然書きますよ、うん、まだ俺、何にも書けないよ、まだ練習してる、あ、まあまあね、一応トークショーも、はい、ありまして、そうですね、11日が竹中と僕、うん、12日がさくらと僕、うん、13日最終日が北川さんと、マミさん、うん、というね、なんかイメージちょっと、なんていうんですか、あれでしょ、朝の番組僕らの時代でしょ、うんうん、あれ見て俺はアワーエーラその指示が飛んだ時ちょっとクスッとしちゃって僕らの時代みたいにしようっつって、うん、じゃあもうでも2人なんだと思って、あ、そう、3人じゃない、2人きりでね、だから何ていうの、良平と2人きりでなんか喋ることなんてないかったし、さくらと2人で喋ることなんてないし、確かどんな話してさくらと何の話してんの2人で、ほんとね、あのね、1回でもなんか映画の撮影かなんかの時に、うん、一緒に移動してる時があって、うん、あの意外となんか TikTok の話とかして、さくらとさくら TikTok 見んの、いやだからね、最近の若者っちゅうのは何を見てんのみたいな話して、ああ、うわ、おっさんみたいな、そうそう、中年ジャンプ発揮してんの、そう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 、へえ、まあでもそこもちょっと楽しみですね、ほんとね、その話ぜひ、まあ、それこそなんていうんですか、うん、いや今後のなんていうの、役者としての活動とか展望とかね、そう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 、役者論とか語るの、ああ、いいじゃないですか、ね、面白そう、良平ちゃんと栗さんの役者論って合うのかな、いやどうなんすかね、でもなんか合
ジオの時ちょっといろいろ話したりとかしたっていうか、そうだよ、だって関係性的にもさ、うん、まあ直接の絡みはないにしても同じ女を取り合った、うん、いやそのなんかでしょ君たちは同じ女を取り合ってケンシロウとシンみたいな、そんな何なんそのラオウ、いやいやいや、同じ女を取り合ってなんでユリアを二人で狙ってる、君が殺したんだって、何なんだ2人か2人で殺したみたいな、なすりつけてる場合じゃない、うん、まあ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 、そういう、うん、ちょっと楽しみだよね。あ、そうね、それマジいるの話も聞けるのかな。まあまあ、そういう話になればね、面白そうですね、うん、ぜひ皆さんも楽しみにしていただけたらなって思います、うん、ぜひともアレンテン2、8月の何日で11ですね、ですね、11から13日、ちょっと今回3日間だけという短めなスパンなんですけれども、うん、これ本当にあの別にそれ目当てとかじゃなくても、ただふわっと来るとかそんなんでもいいんで、うん、入場料1000円ぐらいなんでね、そうぜひ皆さんふらっと遊びに来ていただけたらね、11時から20時ぐらいやってます、はい、やってますのでよろしくお願いします。はい、うん、ということで、うん、お便りをもいいっすね、お便りが尽きないっていうのはすごいですね、本当に皆さんありがとうございます、あの、うん、いつか途切れてしまうんじゃないかと、なんかね次から次へと来るんで、結構なんなら俺ちょっと見逃してたのがあって、あ、本当ちょっとこれ遡って遡って、あの見逃したやつを今読みます。あ、本当に、うん、俺ただもうさ、なんていうの、この DM、お便りは、うん、竹中さんの回に読んでほしかったのにってあったかもしれへんのに、4週中3週クリタってずっと言うけど、うん、もう大丈夫、大丈夫だよ、運転さんだから、運転さん、運転さん、運転さん、運転だっけ、運転さん、書いて、書いてるじゃない、運転、覚えてる、運転さん、はい、アレンの皆様はじめまして、はい、今回初めてお手紙 DM をお送りいたします。初めて、ありがとうございます。先日はホームのイベントお疲れ様でした、結構前のやつをこれ今呼んで呼ばなくてあった、うん、あの今って言うてるんで多分、うん、呼び忘れちゃった、そうで、まあ、ごめんなさい、でも今引っ張り出しました、はい、一部だけの参加でしたが、相変わらずしっちゃかめっちゃかなエチュードや、うん、ゲームやオープニングトークに笑い笑顔で帰宅しました、うん、ありがとうございます。女装でのチェキ撮影も斬新だったのですが、女性できましたね、相変わらず推しは可愛く撮れても自分が漏れません、うん、そこでチェキや写真を年間500億枚撮ってるであろう皆さんに質問です。500億、うん、どんなポーズが一番漏れますか教えてください。ブルゾンチエミの新しいやつそれだいぶ多いね暑くなってきましたので体調には気をつけてください。またお会いできるのを楽しみにしております。ラジオネームパンツの色教えてくださいさんでした。黒です、黒です。みんな黒じゃない、黒だないや、後世後世どっち、和義かな、和義後世、後世緑だな、後世後世、緑だよ、緑のパス見たことないですね、すごいね、後世緑やな、後世も黒ですか、まあどうですか、え、これチェキですよ、ていうかこれ最後の指名の言葉はちゃんとあれなんですね、うん、あのちゃんと熱くなってきたんでって今と思ってちゃんと合ってるリンクしてるね、リンクしてるっていう、ね、うん、すごい熱いから、いやもうすごいですよ、すごいよ、異常気象もあるしね、皆さん本当体調管理ねしっかり気をつけていただいて、コロナも増えてますからね、異常ですよ、異常だこの暑さね、昔さなかった、なんかコロナは湿度に弱いから、うん、夏になったらなくなるよみたいな、うん、まあなんか季節を期待してるところは、ね、全然関係なかった、ね、全然関係ない、すごい流行るし暑いし、もうめちゃくちゃだけど、マスクが熱いの、熱い、これこんな中でチェキですよ、うん、まあ、今後はねチェキ取る機会全然まだあるでしょうから、うん、どういう感じにすると漏れるか、どんなポーズが一番漏れますか、あなた得意でしょ、いっぱいやってきたんだから、いやいやいや俺漏れるポーズなんて全然やってないですよ。よくやるポーズはじゃあ、皆さんと撮らせていただくときに、うん、これでも傾向あるよね、流行りとか、ああでもなんか、うん、例えばハート1個にしてもすごい種類ある、あ出た、あれ繋がんないな、ねえじゃんどうなんだっけ、なんかこんなんじゃなかったっけ、なんかね、こんなん、なんか鬼の半夜面みたいな、瓦みたいな、できてんのこれ、
まあでもこういうのとかねありますよね、いろいろ。桃違う。あ、まあこれが普通ですよね、これね。うん、なんかこんなむずいよね。あ、いろいろありますね、こういう指ハートが。指ハートとかね。あ、なんかネタボーイ最近これ多くない？ああ、これね、なんか拒否されるやつね。そう、なんかこれをなんで好んでやるのって思う。わかんない。俺だからみんなド M だと思ってんだけど、これやる。ああ、振られたい、振られたいっていうか、こう届かぬ思いがいいのかなみたいな。これの、うん、違う言っちゃうもん。違うなっちゃうね。これ何が、これとあとはチャリできたみたいな。あ、チャリできたも最近なんか、リバイバル、チャリできたリバイバルがね。ごめん、チャリできたはあれ何なの？これただ分からずやってんの。あれ何なんでしょうね、なんか、まあ、それこそ10年以上ぐらい前の。そんな前なの？チャリできた。なんかプリプラかなんかで、うん、あの田舎のヤンキーがどっかのイオンとかに、はいはいはい、チャリできたって書いて、なんか生きてるプリプラがなんか、うんうんうん、あの2ちゃんとかそういう時代、はい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 、その時にバーッと広がったのは未だに生きてるんですよ。へぇ、多分ね。そうなの。うん、チャリできた、この間やりましたよね、みんな、ね。うん、結構やりましたね。なんでしょうね、漏れるポーズ。漏れるこれでも俺、取り手的にはさ、うん、その、なんていうの、いや、結構上から取ってもらいたがるじゃないですか、その、はいはいはい、漏れるためには、うん、そういうのとかもあるんですよ。正直ね、照明な気がして、まあね、照明の具合と距離感と、うん、っていう感じじゃないかな。でも俺、本当にね、最近チェキ やりまくってて思ったのが、うん、だんだん普通の撮影風に撮るようになっちゃってさ、あ、余白作ったりとかさ。なるほどね。キムケンといえば余白。最近すごい言われる、キムケンさんのチェキ余白がすごいありますって。もっと寄ってほしいんですけど。寄ってほしいは言われない。でも見返した時にキムケンさんに撮ってもらったって分かりますって言われて、そうすればサイン書きやすかったりする。まあ、そう、うん、それはあると思うんだけど。でもどうでしょうね、漏れるどこだったらと。なんかでもほんとさ、なんていうの、あの女の子、ギャルと呼ばれる人たちはもう、うん、なんかいっぱいこう、うん、みたいな、立ち回りみたいな、ね、あ、でもそれはあるわ、みたいな、なんか輪郭をちょっと隠す、うん、みたいなね。うわ、もうここら辺で、うん、俺らの時代で言うとこれでしょ。うわ、古っ、そのピース。うわ、このあのアヒル口にして、うわ、ね、誰をイメージしてるの？これは当時の浜崎あゆみに憧れてる。やめなさいよ。憧れてるギャル、ルーズソックスも俺らの時代じゃないですか。確かに、うん、最近まだ流行ってるし、今ね、またリバイバルしてるらしいよね。すごいね、あの時まだ6話音とかでしたよ、携帯。俺3話音使ってさ、聞いてた。6話音になった時もすげえいい音とか、ね、分かる。めっちゃ楽しかったよね、坂本龍一の裏 BTTV を6話音で聞いて、本物だよ、時代。懐かしいですね。宇多田ヒカルが出始めの頃よ。ああ、ほんとね。団子三兄弟の頃よ。ああ、ありましたね、早見お兄さん。お兄さんもありましたね。やってたわ。後藤真希がもう最強に人気やった時代ね。モーニング娘。全盛期。全盛期。はい、モーニング娘。では誰発せーのでいくよ。決まった？うん。せーの、ナッチ。後藤真希。ちょっと待って、コース入ってきたまず確認して、俺ナッチ、はい、後藤真希、はい、個性は一井沙耶香。知ってる一井沙耶香派なんですよ、あの人。一井沙耶香派なんですよ。リアルだ。一井沙耶香か、なるほどね。懐かしいですね。いいですね、性格出ますね、皆さんね。なんか青いスポーツカーとか、うわー、そういうのあった。なんかグループユニットみたいなやつね。ありましたね、ゴマットとかありましたね。プッチモリとか、ちょっとありました。 WU とかありました。あ、ありました。懐かしいです。これね、別に俺らモーニング娘。のファンとかじゃなくて、そう、こんぐらい覚えてる方が。いや、もうでもね、社会現象だったから、ね、社会現象でしたね。ちょっとその後の AKB みたいな感じの、まあまあまあね、社会現象も、まあそれは知るよね。あと、まあ我々も青春時代ですからね。まあね、宮川でも情報入ってきますから。友達とかも好きだって人いっぱいいましたからね。何の話。
チェキのポーズの話、チェキのねポーズ、モレルポーズの話か。むずいな、ポーズでモレルもんかい。でもなんかね、一時期、もう最近あんまやってないんですけど、青春シリーズっていうのを僕よくやってた。何それ。あと俺キムケに撮ってもらってる時はやってないかな、河原に座ってみたいな。あ、そうそうそう、なんか撮った記憶あるんだ。なんかね、あとあの背中合わせでこう、はいはいはい、で、なんか手をこう後ろでこうやってつながる、つないでる風にして、こう視線がこうクロスしてるみたいな、はいはいはい、あの、なんていうの、昔のさ、青春映画ってなんかよくあったじゃないですか。ありましたね。セカチューから始まる。セカチューとはまだ違うんですけど、君の青春映画はセカチュー。セカチューから始まったああいう青春ものの映画ってあったじゃないですか、はいはい、それのジャケットっぽく撮るみたいな。ああ、それ面白いね。あとなんか、まあ、最近はねパーテーションがどうしてもあるんですけど、パーテーション越しにこうやっておでこをこうくっつけてる状態で撮ったりとかね、はいはい、なるほどね。それでここら辺のこう、確かに。でもそのなんかあの、うん、こうよくビジュアルいっぱいあるじゃないですか、うん、映画とか、ね、はいはいはい、今言ったそういうのを参考にするのも面白いかもしれない。確かにね、モデル構図になってるでしょ。まあそうでしょう、ああいうものたちはきっとね、きっとね、君は世界中のね中心で叫んでるとこ最後ね、そう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 、ルビーのね、とかショーシャンクっぽく一緒一緒やん両方空撮で上から一緒やん両方顔映ってない、うちも一緒やんか、顔面半分しか映らないジョーカーみたいな、いやって急に年代変わったけど、うん、みたいな、ね、みたいな感じですからね、うんうん、まあでもぶっちゃけね、撮りたいもの撮ったらええんやって。確かにね、なんか、うん、思い出でしょこういうのは。でも撮りたいのっていうのがなかなかこう思いつくのも一つの、うん、なんていうんですか、あの特技みたいなのがありますけど、もう思いつかなかったら思いつかなかったで、うん、なんかこうね、できたらいいっすよね、うん、いろいろ何できたらいいっすよ。締め下手くそになったら違うの、なんか何それ、あの思いつかんだったら考えるよって言いたかったんけど、うん、こういうポーズとか言いたかったんけど、何にも思いつかんだろうと思いながらふわっと終わらせようとしてしまいました。いやでも正直ね、結構ここに書いてある通り何パターンもやってるからね、どれがいいかがもう分かんなくなってくるね。確かにね、よくあるのは自撮り風とか、ね、ああいいんじゃないですか、うん、でもやっぱもうこのカメラマン的な構図の視点から言うと、もうやっぱちょっと上目からはやっぱそうですよ、うん、やっぱ、うん、顔が目がシュッと見えたり、そうシュッと見えたりとか、やっぱ光もこう当たりますもんね、うん、いい感じになるかなっていうのはある、うん、まあ実際その顔の写りっていう意味ではそうだけど、まあでも構図的にねちょっと いい感じのってなると、やっぱそういうなんかね参考にしてみたりするのはいいんじゃないかなというふうに思います、うんうん、解決したか分かりませんけども、次の機会にぜひチェキ一緒に撮ってみましょう、うん、ということで、うん、エンディングのお時間でございます。エンディングですか、もう終わりですか。終わりの日本であれになりますよ。今までどのくらい喋ったんですか。ちょっと見てきてこれ嘘やろ、どのくらいかな。どこに 赤文字で出てない、赤文字で出て、あ、51分、すげえ喋ってんじゃん。めっちゃ喋ってる、やば。そりゃそうだよ、だってゲスト和義と昴生出てんだから。そうか、うん、4人で喋ってる、それ50分。あと普通に北川優、北川優君5人だ、うん、5人で出てたな、はい、ということで、うん、まあ、告知で言うと、もうすでに喋っちゃいましたが、うん、まあ、8月の11日から13日のアレンテン2、そして8月20日のショミマと、まあ、ここにはいませんが竹中君のバースデーも発表されましたし、お、はい、来年の頭にはロマタンがやりますということで、それ以外にもですね、まあ、前回ちょっとニコ生で言った通り、毎月必ず何かやります、うん、なので皆さんちょっとぜひともですね、うん、お楽しみに、いろいろね画策しますよね、うん、なので楽しみにしていただければいいかなというふうに思います、うん、はい、何かありますか個人、あれは言わないんですか。え、ああここで初出ししたそんなことを俺が決めてええもんでもない、うん、もうなんかうん、あります、はい、近日何かありますかね、発表があります、はい、俺はそれを見てほっこりしました。あ、本当ですか、はい、ほっこりするでしょ、ほっこりします、ほっこりするでしょ、うん、なんか柔らかい気持ちになりました、柔らかい気持ちになりました、うん、カリアちゃんもなんか、うん、これクリントさんって真面
ネージャーが言ってました。そんな、そんな感じの子やったかな、二人でそれいいやつこれこれとそんなのやるような子やったかな言ってました。はい、ということで皆さん、まあ、発表も楽しみにしてもらって、はい、いただければいいなというふうに思います、はい、ということで今週のお相手は木村健太郎と栗田学と、あ、ボイスです。誰だ、誰だった、これさ、音拾えてんのかな、まあ、あの、ちなみにね、今何の名前言ったか、カズヨシって言ったのか、なんて言ったのか分かんないけど、カズヨシとコウセイ、まさかコウヨシですよね。はい、ということで、でした、はい、はい、皆さんまた来週ありがとうございました。切りに行ったらいいですか、はい。